こんにちは、シロです。今回もウェットスーツのレビュー動画になります。以前、6班の両面スキンのレビューや、6班の両面スキンと裏肝、どっちがあったかいみたいな検証動画を出したと思うんですが、今回は前回大島に持ってった、表ジャージ裏スキンの5ミリのフルスーツのレビューになります。なんですが、 今手元にそのスーツがなくてですね実は次のダイビングのためにちょっと現地に今送っちゃっていて手元にないんですが映像とかを交えてご紹介していきたいと思いますワンピースなんで前回検証した裏起毛のこのスーツと形はほぼほぼ一緒ですね背中ジップでワンピースですで生地がが表面ジジャージ で裏が、えー、以前紹介した六反の両面スキンの時でも、えー、使ったこの SCS メタルっていうスキンになります。表面がジャージで裏面がこのスキンですね。で結論から言うと、えー、レジャーダイビングだからガイドさんとかインストラクターの方が着るとかではなくて普通にレジャーのダイビングの用途としてはこの フルスーツ、表ジャージ、裏スキンの 5mm、最強かもしれないなと思いましたで。そう思うポイントがいくつかあって、まず表ジャージ、裏スキンによって両面スキンより扱いやすいですね。両面スキンの場合だとやっぱりピッてこうちょっと強く引っ張っただけで切れちゃったりとか、結構デリケートなんですが、僕も以前動画で何回か切っちゃったことあるんですが、 ジャージ表がジャージになってるんでその辺が扱いやすさが向上しているのと裏面がスキンなことによって水中に入った時にやっぱり両面スキンと同じように体にピタッとフィットするんですよね。で正直前回検証した表スキン裏起毛の6半より今回使用した表ジャージ裏スキンの 5mm の方があったかかったです。なんだったら本当にそそれこそ6の えー、両面スキンと匹敵するぐらいあったかいですね。でポイント2つ目として、えー、ワンピースなので、えー、以前僕がレビューで紹介したこのツーピースの、えー、ジャケットタイプだとどうしてもこの首のところからの水の侵入が結構あったんですがワンピースはこう後ろにピタッてマジックテープでつけるんで。 本当にこう首からの水の水侵入がほぼほぼぼないんですよねだから中のこう水の対流が全くほぼほぼなくてそこら辺もあったかいポイントなのかなと思いますただやっぱりワンピースなんでこういうツーピースのものと比べると、まあ、トイレしづらかったりとかそういう不便さは若干ありますで3つ目やっぱり生地が六飯より若干薄い分脱ぎ木がとてもしやすいですねやっぱり その両面スキンではなくて裏きだとしてもやっぱ6半ぐらいの厚さがあるとまあまあ大変なんですが 5mm になることによってそれがやっぱりこう脱ぎやすすすさ、さ着ややにも影響してきますね。やっぱり薄ければ薄いほど着やすかったり脱ぎやすかったりするんでねその辺は今回 5mm で良かったなって思います。 で今回このウェットスーツを大島で、えー、使用したんですが外も結構雨が降ってたりして寒かったんですよね。で風も吹いてたりしたんですがやっぱりこう、えー、両面ジャージではなくて、まあ、中がスキンになってる分風も通さないですし、まあ、海の中もさっき言ったようにすごいあったかいですしでジャージなんで扱いやすいって考えるとやっぱりレジャーダイビングは もしかしてこう。これが最強なんじゃないかなとちょっと思いました。まあ、ただ深場とかに行って、も水温がそれこそ何だろう。22° 度とか1度とかになるとやっぱりこう。6。半よりは生地が薄いので、若干ヒヤッとするっていう気はしますね。ま水は全然入ってこないので、まあなんだろう寒くて上がりたい。もう震えて上がりたいみたいなことにはならないですね。 で今回、えー、注文したのが前回の、あのー、両面スキンの録飯を作ったところと同じように瀬戸内アクアクラングさんに、えー、お願いしましまた、えー。説明欄にリンクとか貼ってるんでチェックしてみてくださいただ、あのー、レジャー用のウェットスーツの製造が確かその夏の期間だけしか発注をしてなかった気がするんで、まあ、詳しくはホームページを見てみてくださいはい、こんな感じで、えー、5mm の 表ジャージ裏スキンのワンピースのレビューでした。やっぱ個人的には、うん、レジャーダイビングでは表ジャージ裏スキンって結構こう。最強なのかなと思いましたね。何だったらまあ、3ミリ6、66半のタイプもあるんで、なんか全サイズ欲しくなったなっていう気はします。そんな感じで少しでも参考にしてもらえれば嬉しいです。チャンネル登録いいね。ボタンよろしくお願いします。それじゃあ。 バイバーイ。